のサーブさえ何とかすれば。音が変わる。ただあの及川ってやつが。早く試合したい。おう。さテレビ失礼します。対する大木南高校にダイラを止めるチームが現れるのか注目ですね。人気も実力も兼ね備えた選手です。冒頭には一瞬試合シーンが映ってたんだよ。ミーティングですよ。未成年にも分かるようにお願いします。でもお前たちの攻撃力が高いのは確かだ。のみんなで取るっていうフォーメーションになってるが、せえって思ったろ。今日の試合室。あ、サンキュー。及川のサーブが取れるようになるわけじゃねえけど。くれぐれも夜更かしなんかすんじゃねえぞ。グズ及川、言い直さなくていいよ。無事2日目進出だな、カラスナ。ファイル。ジャンプフローターサーブ。いいじゃんマッキー。選手をよく見ているんだね。天才セッターを倒すの楽しみにしてきたから。安心じゃなく自信に、あるいは脅迫のようでもあって。クリミー、はい、ナイスレシーブ。さあ待った、おらえ来た、超速攻。こらこらこら、西野よ。はい、スルーでやり返した。すげえとこなんだなって思った。ザ・セッター対決って感じだな。光栄で2アタックは反則なんじゃ。うっせ、やべ、アウトアウト。え、西野狙い開いた。やっぱすごいな。よく上げましたね、西野君。本当によく上げてくれた、西野や。それより金田一よ、この及川さんが神業速攻なんか使わなくても。え、正常もうタイムアウト？もしかしてもう気づかれた。持ってこいとか俺に来いとか。でもね、あのチビちゃんの武器はおとりは、トスがどこに上がるか見てから飛ぼう。きっと多少なりとも飛びを焦る。そんなことないです。結構ミスもしてたし、あんなコントロールもなかった。負け。光栄のセッターの出てくるところを狙ってんのか。光栄の選手よりも前に出てちゃいけないのね。ナイスレシーブ。また2アタックにも気をつけないと。ナイスレシーブ。そんで厄介だね。いつも威勢のいいムードメーカーがおとなしく。相当のプレッシャーになる。まずはところで影山君よ、攻撃のバリエーションが多いってことを相手、何と戦ってんのか忘れんなよ。肝心要のサーブレシーブを連続でミスってる時の。何か言った方がいいのかな。今それを言えることが十分取り柄だ。及川ってやつ様子おかしくない？すごい！エースの資質、今までで一番ブロック見えた。流れは切った。試合を見て意味が違うと分かった。唯一の弱点になる。すごい！日向、早くなってきてないか。無意識にほんの少しずつ。他はどうだ。3番の彼はセッターだ。
いつもの影山じゃないみたいだ。及川は優等ではあるが天才ではない。及川であると。一回リズム変えるだけだ。怒られるぞ。それまで誰にも負けんじゃねえよ。怒られるってば。はい、はい、よっしゃ。おお、声出さないと何考えてるか分かんねえべよ。いつに言われるほど余裕なくなってたのか俺は。大地、いつもより声出てなかったぞ。とか丁寧って言葉が似合う感じかな。田中、ダサい。大抵ブロック低い俺のとこ狙われるから。福島、ミスは。慌てないで、いつもよりほんの少しだけで飛びな。テンションがガッと上がりましたね。切し立ち最初体を見していた。常にお互いに悪い情で、あの中途が不評る行動を諦めた。時々あと時々そう減り潰し人ができます。ぶれた地反最初かしら。俺が入ったらまたガンガン撃たすから覚悟しとけ。お前まで考えすぎモードに入るなよ。今日の調子とかそういうのを見てるんだと思うよ。別にそんなことは。だって影山、俺が言うのもあれなんだけどさ。一歩、守備を少数精鋭に切り替える。練習では一度もやってないフォーメーションだ。このローテーションを持ってくるためか。大地、そいつらがちゃんと 100% の力で撃てたら。あの爽やか君も決してレベルの低いセッターじゃないけど。戦いやすいかな。自分がベンチに下げられるってこと。レストレスト、まだこいつらと一緒に戦わせてくれ。あ、カロスの9番呼ばれた。うそ、すげえ。ちょっと悔しいけど、うちの連中はちゃんとみんな強いからな。正常と互角に渡り合ったじゃねえか。はい、ありがとうございます。その先へ一歩進むにはお前だけだ、影山。ガンガン行くぜ。おや、のインターハイまでは当然3年生がいたから。その王様早速サーブですけど、試合に出る時の誇らしさみたいなのは。一本で切るよ。サービスエース。うえい。どっち決めるとすっげー褒めてくれるんだぜ。影山トビウオ。相手のブロックばかり気にしていたはずが。殺せると足らなきゃどうしようもねえ。よし、20点台で。ネットイン。さすがに正常もタイムか。単純に飛び王はあのノッポ君が苦手なんじゃない。チームメイトの弱み握ってどうすんのさ。表情読むとか言われても。追いつかれた。この場面で10番いないのはきついよな。田中さん区長なの。何ですかこれ。いいんだよ。どういう意味だ。打つコースさえもトスで指示を出している。それが打ちづらいってことなんじゃねえかな。普通の速攻は使えるようになったんでしょ。やってみないと分かんねえし。フェイント。ナフス、ナイス。おめでとう。トールは基本的にヘラヘラしている男だ。
カイドウ牛若を迎えて、もっと上へ、もっと高い舞台へ、背後に天才が現れた。基本いろんなポジションはやらせるが、昨日も監督に注意されたろうが。影山入ってみろ。はい、オッケーです。来るな。落ち着けこのボケって。うるせえ。バレーはコートに6人だべや。すまん、強く頭突きしすぎたか。ナイスコース。もう一本。中学最後の大会、うちのスパイカーが一番力を発揮してたって証拠だ。白鳥沢へこましてやる。ティッシュ使いますか。うるさい。チャンスボール。すぐ殴るっていうのやめなよ、岩ちゃん。今までみたいに機械的に考えるだけじゃなく、トビオに何を教えた。ファイナルセット。ナイスレシーブ。それでも何か見分けるヒントは。それを誰かがスパイクすると反則になる。できるだけコートの横幅目いっぱい使ってけ。今ドイツも本来持っている力を出せている。くっさ。勝負ってそういうものじゃないですか。すげえすげえ、正常すげえ。ナイスレシーブ。レフトレフト。がっつり稼いでから公園下がれよ。コースを打ち分ける余裕はないんじゃないかな。あのブロードでも崩せねえのか、正常。どりゃ。マジでこのまま正常に持っていかれる。ここでミスったら正常は20点の大台。ケイシー何考えてんだアホか。どっちみち流れは渡さねえよ。この線の向こうは違う世界だ。おお、大抜擢じゃねえか山口。初サボとか心臓出る。コーチどうすか。 2,3 年差し置いて出るプレッシャーもあるんじゃ。全員が自分を見る。プレッシャーもひとしおだ。次。今日一番の緊張から解放された気分です。試合の流れと自分のプライド全部乗っけてる。ダメや。チャンスを掴め。目の前のボール全部負けて。まともに攻撃決められても